はい、今日はですね、前回入った、沢の、ね、あの滝の上ですね、まあ、ここがすぐ滝上になるんですけど、まあ、前回ね、まあ、運よくねこの滝下のね、今ちょっと見えるかな、はい、ここがねこのポイントが前回シャクイワナ釣ったポイントですね。で今この滝の上、来てますけど、まあここ一応毎年入ってるポイントではあるんですけど、連日雨降ってねやっと梅雨が明けて水量もね若干こう落ち着いてきて、まだね水量的には多いですけど、今日はここの沢を釣り上がっていきたいと思います。一応魚留めの滝が、ありますんで、まあ、魚留めといってもその上には魚いるんですけど、とりあえずね大滝がありますんでそこまで行って、なんとかね頑張って釣り上がっていきたいと思います。それではスタートしたいと思います。今日もね GoPro で目線カメラはね行きたいと思います。まあ、前回もね、リモっていうねあの音声認識のリモコンを使ったんですけど、なかなかちょっとね不安定で、この純正のスマートリモートというリモコンを買いました、ね、これでねあの録画の確認できますんで、取り忘れとかねそういうのはこれでなくなるんじゃないかなと思います。あと今日はGoPro の方ねバッテリーを入れて給電状態で、今撮ってますけど、ね、バッテリー抜いたままのね給電で撮影すると線が抜けちゃった場合とかね結構データ破損しちゃったりしますんでちょっと怖いんで、バッテリー入れて、給電状態ですね。まあいろんなレビューありますけど、給電だとすぐ落ちるとかねそういうのありますけど、多分電圧だと思うんですよね。僕使ってるこのモバイルバッテリーがこのソニーのね1万ミリアンペアっていうね大容量のねモバイルバッテリー使ってるんですけど、これ出力が 1.5 アンペアなんですね。 GoPro の対応が1アンペアから2アンペアってなってたんで、でもその中間あたりで 1.5 アンペアなんで、まあ一応これでね様子見てこれでいけそうだったらねこの設定でバッテリー入れて、まあ純正バッテリーね入れて給電状態でね試しでやっていきたいと思います。で今日はね梅雨明けしましたんで、気分的にね、気温も上がるということなんでウェットゲーターにしました。今日は今年初のウェットゲーターですね。今日はね、試しというのもありますね。 GoPro の、このスマートリモート使ってバッテリー入れて給電で、これで取れてなかったらちょっとショックなんですけどね。ショックというかしょうがないなと、バッテリー抜くしかないなと思うんですけど、よいしょ、そこら辺にも入ってそうだけどね。リーダーティペットは今日18ぐらいですね。この狭い渓流ですけど、ドラッグかかるのが嫌なんで、でも出ない感じか。出てくれば影で一発で分かると思うんですけどね。普段結構いる場所なんですけど、いやーちょっと水量が多いか。
ダメか、いない、冷たい、しかも水が、まあ、笹濁りだからね、どうだろうって感じだけど、ここね、あ、やった、ダメか、よし、上行きます、ここ急、取れてるか、大丈夫だね、よいしょ、ああ、もう道が、いないのかな、ちょっと流れが速い、こっちかな、まあフライが見えにくいね、よいしょ、よいしょ、あー、今出たね出た出た出たけど、あ、もう出ない、ちっちゃいのがアタックしてきた、何センチぐらいだ10センチないぐらいのやつがアタックしてきました、よし、よし出た、よし出たよ、はいはいはい、よっしゃ、まあでも取れてんね、よし、まあイワナですけど小さまあこのサイズですかねまあちっちゃかったね、まあ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 綺麗な綺麗なイワナですけどね、小さいですけど、はいはい、話さなさます、はいはい、ありがとう、よっしゃちっちゃかったけどね、とりあえず1匹釣れました、よし、もっと上の方ね、よし、あ、またいた、お、いるね、結構いるわ、出てきた出てきた、ものす、よし、よし、食った、いた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 、よし、あー、いいサイズいいサイズ、お、お、いいサイズだいいサイズ、よしよしよし、はい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 、よいしょ、はい、これまあまあでしたね、うん、まあ23ぐらいだと思いますけど、はい、まあまあいいサイズでしたね、まあこの沢の規模にしては、うん、まあ23ぐらいかな、うん、綺麗な岩ですよ、もう、ね、よし、じゃあ話しますか、ね、はい、こんな岩でした、ね、おお、あ、いったいったいった、はい、これ宮殿撮影大丈夫じゃないかなねえ、いけそうっすよ、このバッテリー入れた状態の宮殿ね、あそこね、いつも結構大きいのいるとこだね、
かな、見えない。まあ、チペットを折る感じだけど、6X の方がいいかな。魚は見えないですね。あそこの上だろうね。そこの上。ああ、ちょっと横に行きすぎた。よし、よっしゃ。あー、でけー、でっけがあった。くそー、シャグあったね、今ね。かー、シャグあったなこの前いたか、ここね。いや悔しい、いや悔しい、ほんと。よいしょ、よいしょ、いた、よっしゃ、よし、あー、また外れた。くっそー、バーブレスだからかな。もうしょうがない、もう上行きます。今出たのもまあまあだったね。ない、ない。うわー、こういうやりず、ちょっとこの木、いや無理っすよ、このこの木、ここね、ここはいるよ。よいしょ、よし、よっしゃ、出た、やっと出たちそんなサイズはそんなでもなかったけどはいはいはい、イワナです。はい、やっと出た、いましたね。きれいきれい、これも15センチくらいだけど、うん、あ、フライ外れた。よし、15センチぐらい、綺麗ですねこれね、こんなです。はい、ありがとう。よっしゃ、取れてるね。まあそこでそのサイズか。あ、ここも良さそうだけどね。よし、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 やった、い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 た、うん、まあまあまあはい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 、サイズはね、サイズはこのこのクラスですしょうがない15センチないぐらい、ありがとういたね、うん、あ、やっと沢の合流点に行きましたね。どうしようかな、こっちの狭い沢入ろうかな。また何年ぶりかですよね、こっち入るの。なんか、まあ言わないいるんですけどね、こっちね。ち
ょっと入ってみますか。よし、ああ、出たね、ここで。ただこっちは熊のね、結構目撃情報ある場所なんで、ちょっとね、一人で行くのはね、まあどうかなと思いますけど、前もね、でも一回入ってますんで、まあその時は結構イワナ釣れましたよね。ここはいないかな。出てきた。見てない時に出てくるんだもんね、こうやって。もう出ないかな。いや、一回で終わり。わあ、こんなポイントになったんだ。あ、いいサイズ、イワナ。いたね。いたよ、そこに。あ、いたうわ、3匹いた、ここに。投げれそうのポイントがないね。あー、クモの巣。はあ、やぶさまになるのか、ね、大きいのでもね、見えてればね、やる気出るんですけどね。じゃあ行こう。よーし、来た。ふう、よし、上行きます。ここもね、良さそうでしたけど。よいしょ、よし、出た。よし、よし、これはいいサイズ。よし、よし、よし、はいはいはい、いましたね、あそこね。はい、お、はい、よし、はい、釣れた。あ、まあこの沢にしてはいいサイズって感じですかね。いや、難しかったけどね、この木クリアするの大変、ほんと。はい、今出た岩な。まあ22ぐらいか、12ってとこかな。綺麗な岩なでしたね。よし、じゃあ離しますね、ちょっと待ってよ。はい、はい、ありがとう。よし、よいしょ、よしよし、よしよし、よしよし、いた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 。あー、まあちっちゃかったけど。はい、はい、イワナです。まあ、サイズはね、小さいですけどね。
こんなサイズですけどね。はい、ありがとう。サイズが小さい。あら、釣れてた。今ね、ウェットフライ見たく流れちゃって釣れてました。ありがとう。あー、こんなこと。ちっちゃいイワナ釣れてました、そこで。あー、やりづらい。よいしょ。あー、いた。あの奥巻きここね。よし、よっしゃ、出た。よっしゃ、これいい。まあまあだ。あー、外れた。あー、くそー。よし、ここは いた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 。いる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 、ここにいいサイズのやつがいる。よし、よっしゃ、よっしゃ、よし、出たよ。よしよし、はいはいはい。よし、まあまあだ、まあまあだ。よしよし。はい、よかった。まあサイズはね、まあここの沢の中ではいいサイズなんでしょうね、これね。綺麗ですけどね、イワナ自体はものすごく綺麗ですけど。よいしょ。はい、今出たイワナ。いや、綺麗ですよね、魚体は。まあこれも20ね、このくらいだろう、20センチぐらいですかね。20センチくらいですけどね、綺麗でした。よし、じゃあ離します。はい。ありがとう。よし、よいしょ、出たよ。よし。あー、ずれた。よし、よっしゃ、出た出た。よっしゃ、あー、ずれた、まだ。よし、よっしゃ、あれよし、よっしゃ、よし、出た。お、いいサイズ、いいサイズ。やっといいサイズ出た。はい。はい、わな。やっと出たよ。はい。はい、と。はい、今出てくれたいわな。これもね、まあ、20、まあ、2ってとこかな。はい。はい、出てた。ああ、この中行っちゃいました。よし、行きますね。クモの巣だらけだ、ここ。よし。よし。ここはいいポイントだ。
ここにいなかったらきついですね。ちょっとこの GoPro でこの暗いところ映るかどうかが。どうかと思いますけど。よし。ねえ。出ないのかい。うん。おっしゃ、よし、よっしゃ、よし、出た。よし、よし、あ、まあ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 、まあまあのサイズだ。よし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 、今日一かな。あ、まあまあですね。はいはいはい。よし、やっぱいた。お、はい、結構いいサイズ、よかった。はい、今出たイワナですね。いいサイズでしたね。よかったよかった。このサイズがここ出てればね、まあ26ぐらいですけど、いい罠でした。はい、よし、離しますね。26センチでした。いるかな。よし、入った入った。